アメリカの製薬大手ジョンソン・エンド・ジョンソンの去年10月から12月期の決算は1年前と比べて増収増益で、売上高調整後の一株利益ともに市場予想を上回りました。感染治療薬のステラーラなど医薬品事業が好調だったほか、医療機器部門の売上高は2桁の大幅な伸びとなりました。また2024年通期の調整後の一株利益見通しについては従来の予想を据え置きました。